天皇はこんな奇跡を起こせるのか。天皇陛下の持つ神秘的な力に世界中の人々が仰天しています。即位礼正殿の儀とは、天皇陛下が自ら即位したことを宣言し、国内外の賓客からお祝いを受けるとても重要な儀式です。2019年に即位した天皇陛下ですが、皇太子時代には皇太子殿下ご退位なさいませなどという記事が発表されたこともありました。当時雅子さまの体調が芳しくなく、ご公務への欠席が続いたことでメディアから批判が殺到したのです。しかしながら天皇陛下はこのような声に負けることなく、雅子さまとお二人でいくつもの苦難を乗り越えました。そして2019年10月、国内外の要人を招いて即位礼正殿の儀が執り行われることになりました。するとこの日、儀式の最中には参列者を驚かせるさまざまな奇跡が起こり、天皇家が持つその神秘的な力を世界中に示すことになったのです。今回は即位礼正殿の儀の日に起きた神秘的な出来事と、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。即位礼正殿の儀当日に起きた奇跡。2019年10月22日、即位礼正殿の儀が執り行われました。この儀式には皇族の皆様をはじめ、およそ180カ国の首相などの海外の賓客、三権の長、各界の代表が参列しました。天皇陛下は、黄櫨染の御袍という伝統装束を身にまとい、高御蔵に上がってこのように述べました。国民の幸せと世界の平和を常に願い、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての務めを果たすことを誓います。つつがなく進行する即位礼正殿の儀でしたが、実はその最中に数々の奇跡が起きていたのだといいます。当日は台風20号が関東から東北を直撃すると予報されており、台風は温帯低気圧に変わりましたが、東京では大雨が降っていました。おめでたい日にこのような天気になって残念に思った国民も多いことでしょう。しかしこの雨は天皇が代々継承してきた三種の神器の一つである雨の叢雲の剣が関係していると指摘されているのです。雨の叢雲の剣というのは、空に群れ雲を発生させると伝わる剣で、雨が降った後に晴れるという伝説があります。この日に降った雨は皇居周辺の汚れを浄化する、いわば払いの雨。そして即位礼正殿の儀の開始時刻である13時ちょうどには、まるで測ったかのように雨が止み、太陽が顔を出しました。突然の日差しに外交団席からもどよめきが起こったといいます。ネットでも天照大神のおかげだと話題になりました。天照大神の力だと言われたのは、天の岩戸隠れの神話があるからです。天の岩戸隠れというのは、岩戸の中に太陽神である天照大神が隠れてしまったために、世界中が真っ暗闇に包まれたという内容のお話です。その後、岩戸から天照大神が出てくると、世界が太陽の光で明るく照らし出されたとされています。これは天の岩戸開きと言われています。即位礼正殿の儀が始まる直前に晴れ間が差したその光景は、まさに天の岩戸開き。その場にいた多くの人々が、この日本神話を思い出さずにはいられなかったといいます。それに加え、大雨が止んだことで東京の空に虹がかかりました。しかも皇居にまたがるように虹がかかっていたので、天照大神のご加護だと驚きの声が上がりました。しかし皇居にまたがるように出た虹は、ただおめでたいというだけではありません。神話の中には、イザナギとイザナミが下界に降りるときに虹を渡ってきたという伝説があるのです。虹は天界と下界をつなぐ橋、もしかすると神々が虹を渡って皇居に来ていたのかもしれません。そう人々に思わせるほど、それは見事な虹だったのです。また即位礼正殿の儀当日、富士山では令和元年初の冠雪が見られました。夕日に染まった初冠雪の富士山がとても美しく幻想的だと、ネットでは大盛り上がりでした。さらに即位礼正殿の儀の2日前には、
静岡浅間神社で慶治を祝福するかのように御本殿前にある桜が開花しました。この時期に桜が開花するのは珍しいことです。静岡浅間神社のご祭神はこの花咲夜姫の御事であり、この神様は桜の神様でもあります。それにこの花咲夜姫の御事は神武天皇の曽祖母にあたる人物ですから、新しい天皇の誕生を祝福して花を咲かせたのかもしれません。天皇陛下の即位を祝福するかのように起きた数々の奇跡に、海外からは天皇陛下の神秘的な力を称賛するコメントが多数寄せられました。天皇陛下の即位を神々が祝福しているのだと感じた人が多いようです。公務で見せる神々しいお姿や気品あふれる陛下のお人柄があってこそ、人々は一層そのように感じるのかもしれません。天皇が代々継承する三種の神器とは、天皇家が代々受け継ぐものに三種の神器というものがあります。三種の神器とは、八田の鏡、雨の村雲の剣、八坂にの勾玉の三つの秘宝のことを言います。八田の鏡は天照大神が天の岩戸に隠れた時に作られたもので、天照大神が岩戸から出てくるきっかけになったものだと言われています。雨の村雲の剣はスサノオがヤマタノオロチを退治した時、オロチの尾から出てきた剣です。後にヤマトタケルが譲り受け、木で周りを囲まれた時に雨の村雲の剣が周囲の草をなぎ払ったという伝説があるため、草薙の剣とも呼ばれています。そして八坂にの勾玉も天照大神の天の岩戸隠れの際に作られたものです。こういった神器というのは神の依代でもあり、神宗祭では霊寺を鏡の前に飾って、五色旗に鏡や刀、勾玉を飾りつけます。さらに鏡の後ろに扉を置いて、祭りなどの特別な日だけに開けるのも神道の特徴の一つです。神器のルーツや所在については不明な部分も多いのですが、それらに関連する神話は日本の歴史から現代の大衆文化にまで幅広く浸透しています。三種の神器は神々の直系の子孫とされる天皇に代々継承され、海外の王が王冠をかぶる代わりに、日本の天皇は三種の神器を受け継ぐことで皇位を示します。では天皇家の秘宝である三種の神器とは現在どこにあるのでしょうか。実を言うと、この三種の神器は継承者である天皇でさえ直接見ることは禁じられています。神聖な三種の神器は人々の目から離れた場所に鎮座されており、即位礼正殿の儀で天皇陛下に三種の神器が継承される場面でもレプリカを使っているとのこと。ですから本当に三種の神器が存在しているのかどうかを確認することはできません。ちなみに日本神話の中には、天照大神がニニギの御事に、鏡を私だと思って祭りなさいと八田の鏡を授けたという話があります。この伝説から鏡と天皇は同じ住居にあるものと考えられていました。そのため現在も三種の神器は皇居の宮中三殿の一つである賢所に鎮座されていると考えられています。しかし実際には賢所に鎮座しているのは八坂にの勾玉のみで、雨の村雲の剣は写し、八田の鏡は分身のものが祀られてあるのだそうです。また現在三種の神器は宮中と伊勢神宮、熱田神宮に祀られているとも言われています。そしてそんな三種の神器は、実は平安時代から何度も火災に遭っています。村上天皇の御代の960年、一条天皇の御代の1005年、後須作天皇の御代である1040年に内裏が炎上して三種の神器も被災しました。その際に八田の鏡が消失してしまったのですが、作り直すべきかという記録も残っている通り、八田の鏡は消失のたびに何度か鋳造されているようです。1185年の壇の浦の戦いでは源氏が兵士を滅ぼし、三種の神器の簒奪を試みるも、雨の村雲の剣は海へと沈んでしまったとされています。会場で源氏と兵士が激突した際、最初は優勢だった兵士ですが、次第に源氏の勢いが増して絶望的な状況に陥ってしまいました。
その状況を知った兵士側の建礼門院は、もはやこれまで敵の手にはかかるまいと決断し、8歳の安徳天皇と三種の神器とともに受水したのです。戦いが終わった後、八田の鏡と八坂にの勾玉は無事に天皇家のもとへ戻ってきたのですが、雨の村雲の剣は消失したと言われています。ただこの時失われた雨の村雲の剣は写しであり、本体は熱田神宮に祀られているとされています。写しがあったことを源氏が知っていたかどうかは不明ですが、神帝の即位に天皇の象徴としてのこの三種の神器が必要だったのだと考えられています。なぜ天皇家は滅びなかったのか。2019年4月30日に上皇さまが上位し、その翌日の5月1日に天皇陛下が第126代の天皇として即位され、元号が令和となりました。歴史上では海外の皇室や王室は国民に追放されたり処刑されたりして悲惨な最後を迎えています。世界の王朝が何度も変遷する中、日本の皇室は万世一系を保ち、現在では世界で唯一の皇帝として君臨しています。そのため日本の天皇の存在は奇跡的だと言っても過言ではないでしょう。隣国の中国では清王朝の末期、日本と同じく皇室を残して立憲君主制の下で近代化を推し進めようとしたのですが、それは失敗に終わりました。一方日本は皇室の働きによって近代化に成功しています。日本と中国の違いはどこにあったのでしょうか。中国では19世紀末から20世紀初頭まで近代化の方法をめぐって、皇室を残す立憲派と皇室を残さない革命派が争っていました。革命派の代表である孫文と高校は、清王朝の体制下で近代化を進めるのは不可能だと考え、清を打倒する必要があると画策しました。清王朝は1911年に幹線鉄道を国有化して財政難を脱するという手段に出ました。しかしこれにより清王朝は民族資本家たちの怒りを買って辛亥革命が起こったのです。ですが清王朝は袁世凱を大統領に任命。袁世凱は中国北部で大きな勢力を持っていた軍閥を率いて革命の鎮圧に当たりました。しかし袁世凱は清はもう長くないと考え、私が清の皇帝を退位させることを条件に、私を中華民国の大統領にせよと革命派に要請して交渉を行いました。これを革命派も了承し、袁世凱は皇帝を退位させて1912年に清は滅亡。その後袁世凱が政権を握り、1915年に皇帝に即位します。しかしながら中国国民はこれに強く反発し、袁世凱はわずか3ヶ月で退位させられることになり、間もなく病で亡くなってしまいました。袁世凱が亡くなった後も軍閥と革命派の対立は続き、中国の近代化はなかなか進みませんでした。その後中国では五四運動という民衆運動があり、共産党の勢力が拡大することになります。中国ではヨーロッパとは違ってブルジョア階級が未成熟であり、清王朝が滅亡して皇帝制が崩壊した後、その受け皿となるはずだった民族資本家たちが国家を率いる存在になれなかったのです。そのため中国は方向性を見失って、共産主義が国民の支持を受けて広がっていきました。皇帝制が崩壊したことにより中国は共産主義国家にならざるを得なかったのです。対して日本も中国と同じくブルジョワ階級は未成熟でしたが、特権階級だった藩主や武士たちが近代化を推し進めていきました。17世紀のイギリス革命や18世紀のフランス革命でも国王など特権階級の人間たちが処刑されています。しかし日本の場合は違いました。日本を近代化した明治維新では、海外の革命のように血生臭い騒乱は最小限に抑えられ、革命に対して穏健な姿勢が貫かれていたのです。なぜ当時の日本がこのように穏健に近代革命を進められたのかというと、天皇の存在が大きかったからだと考えられています。最後の将軍となった徳川慶喜は自ら面目を潰すことなく退位しました。
それができたのは将軍よりも格上の存在である天皇にこれまで預かっていた政権を返す大政奉還という建前があったためです。ヨーロッパからすれば天皇を頂点とした明治の新体制は王政復古に逆戻りしているように見えたでしょう。この際新体制を立憲君主制としたのは明治維新の志士たちの信慮によるものでした。そしてこの天皇という存在は日本における困難な改革を行うにあたって大きな役割を担ったのです。大政奉還と同じく廃藩置県も藩主の権力を天皇に返すための改革でした。藩主たちが自らの権力を手放したのは幕末の志士たちの命令ではなく天皇の勅命であったからです。武士の忠義からすれば天皇の勅命には逆らうことができず藩主たちは潔く権力から身を引きました。この潔い精神は海外の特権階級には見られないものです。外国の特権階級の多くは処刑寸前まで悪態をついたり暴言を吐いたりして反発していたといいます。日本は鎌倉時代から江戸時代まで将軍という権力者の上に天皇という存在があり二重権力の構造が続いていたことから天皇制が保持され近代化に成功しました。中国の場合はコロコロと王朝が変わったことで天皇のような国家の中核となる存在を維持できなかったのです。日本も天皇制を廃止して共和主義国家になっていたら中国のように無秩序な社会体制になっていたのかもしれません。海外の反応。即位礼正殿の儀で起きた奇跡的な出来事に対して海外から様々な反応がありました。その一部を紹介しましょう。雨が止んだり虹がかかったり幸先のいいタイミングだね。新天皇誕生の日にこんなことが起こるなんてやっぱり日本は不思議な力を持った国だよ。どんな奇跡が起きても不思議じゃないね。雨の後の虹は苦労の末に願いが叶うっていうことを暗示しているのかもしれないね。私は即位式で綺麗な虹がかかっていると知るまでは退屈な儀式だと思っていたよ。だけどこれは間違いなく日本に健やかな繁栄をもたらす新時代のポジティブな兆しだ。日本という小さな島国が滅びずに現代まで存続してさらに先進国の一員になっているという事実はまさに神がかりだと言っても言い過ぎじゃない。きっと科学では説明できない何かがあるんだよ。虹なんて雨上がりによく見られる光景だしどれもただの自然現象として説明がつく。これだけで奇跡だというのは滑稽だよ。即位式の時にたまたま雨が上がっただけだろう。日本は現代まで続く神話の国だ。儀式の中継を見たけど他の国だったらこんな出来事たまたまだろで終わらせるところだけど日本にはそう思わせない神秘性があるんだよね。祝福された天皇陛下の活躍に期待だね。いかがでしたか。今回は即位礼正殿の儀で起きた奇跡的な出来事について紹介しました。当日はあいにくの雨でしたが儀式が始まる直前に雨が上がったため天テラス大御神のおかげだと話題になりました。また皇居をまたがるように虹がかかったり富士山で初冠雪を記録したりしてまるでファンタジーの世界のような奇跡に世界中が注目しました。人々に何かがあると思わせる日本の天皇の力はやはり特別なものなのかもしれません。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。